滋賀会館は、かつて日本の滋賀県を移しに存在した複合文化施設。滋賀県庁本庁舎正面の県庁前交差点の北西角には滋賀県産業会館が立地していたが、1952年4月に火災により消失した。滋賀県産業会館の再建、滋賀県立公会堂、滋賀県立図書館などの建設計画を複合した施設が計画され、 同年十二月二十八日に着工、九百五十三年十二月二十四日の上等、命名式で、死が会館と命名された。その後、九百五十四年六月十五日に竣工、高松の宮信人親王の臨席のも式典が行われ開館した。映画館などとして使用された大ホール、中ホールの多目的ホールのほか、県立図書館、ホテル、 結婚式場、地下街などが設けられ、滋賀県庁舎とは地下道で連絡していた。1995年1月には映画館の滋賀開館シネマホールを新設。1995年から2003年までは公営、2003年から2010年までは公設民営の珍しい映画館であり、ミニシアター系作品をメインに多数の作品を上映してきた。 平成に入り老朽化及び耐震性の不足により、損廃が検討された結果、2008年9月30日に大ホールが共用廃止となった後、2010年3月31日に文化施設としては用途廃止となり、2013年9月末に閉鎖され、2014年11月から2016年1月にかけて解体された。滋賀県は県庁周辺県。 有地活用促進事業として、滋賀会館の跡地を利用する事業者の募集を行い、唯一応募した日本放送協会が選定された。跡地は n h k 1 0億9500万円で売却され、当初2018年に NHK 大津放送局が移転開局する予定となっていたが、2020年度内に局舎を移転、運用開始予定にリスケジュールされている。 県は4億4000万円かけて建物を解体、撤去したが NHK 側は地中に障害物が残っているとして撤去費用を要求しトラブルとなる。その後、2020年9月30日にようやく大津放送局の新局舎の建物が完成。2021年4月にオープン予定。ありがとうございます。